嗯，嗯，到，诶，到。 こんにちは。で、できてますかんこんにちは。で、あ、土森さんがおられました。で、え、今、Facebook のライブ配信できてますかねどうなんでしょうかどうでしょうか、はい、チャット。 自宅 PC にマイクがないため、音声を聞くことはできませんが、自分の声が拾えないです。見えております。あ、タオさん、とうさん、パネリストに昇格で。こんにちは。え、今、Facebook ライブできてるのかなちょっと見てみますが。どうですか私のタイムラインでうまくいってますかあ、生きてますね。はい。はい、頑張っていきましょう。 えと私の音が聞こえてますか聞聞こえますよあ聞こええててまますすよかはーいでは、ちょっと今週のまとめと、あとですね、白水さんっていう、そのね、創価学会員の方が、その公明党もちょっと説得しなきゃねとかいう話を昼間してたら、えー、参加してくれるって言ってたんだけど、ズームがですね、 なんかインストールしたけど使えないらしくて白水さんは電話で参加したいって言ってたんで彼にも電話しようかなあとその今来てくださってる皆さんにご確認なんですけどえー、っとですね明日の夜放送のですね多摩レイクサイド FM という地上波ラジオがございまして、えー、東村山の地上波ラジオなんですが週に一度 私は、えー、放送をさせていただいているんですが、いつも自分一人でやってたんですが、せっかくなので、この会議をやってるよということを地上波でも流して、あの毎週やるので、ぜひ聞いている方も見に来てくださいとか、いうことで、えー、今日の,あの会議の様子を録音できたらなと思っているんですけれども、それでもいいでしょうか、はい、?OK です。 はい、あとですね画面に顔が出ない方はパネリストじゃなくってトークを許可っていうことにしてもいいですかというのは映像に土森さんの名前だけがずっと出ちゃうので視聴者だけどトークを許可っていう形にさせていただいてあそうですねそうしましょう。やっっぱりずとと名前だけでだけ そうですね、銀紙がすごい見えます。<laughs> 大丈夫かなはい、では行きましょうか。じゃあ、あのー、行ってみましょう。ひょっとしたら途中でムックの編集長さんも来てくださるかもしれないんですがで今、柴崎さんとシン佐々木真さん、はい、柴崎さんもあの参加をされ<ー>、えー、会話をされますかで その佐々木新さんはおそらくあ、柴崎さんも会話に参加していただいていますか。やってますはいじゃあ、ちょっとパネリストに焼却してみんなで話しましょうかね。はいで、あと、こちら、あの佐々木さんは北海道の農協の佐々木さんですか あれ今、佐々木さんの声聞こえてないかなじゃあ、パネリストに焼却にすると聞こえるのかなあ、そうだ、そうだ。で、今、佐々木さんの方が音が多分出てくると思います。で、いけお、えー、さん、いけおさん、いけおさんは Facebook でつながってる方でしょうかトークを許可にして、普通、こんなにみんなでなんかオープンにしないらしいんですが、とりあえずいいよね。じゃあ あと、えー、しし白水さんつな、えー、げますどこ行ったでも、われわれが言ってることがどんどん現実になってませんすごくないですか一番早いですもんね。たおさん、今いらっしゃると思うんですけど私たち2月の28日の時点で現金給付を求めに財務省に行ってますから。 2379。で、この運動に、2374、あ、言っちゃダメか。4の07。でとたた TT。これでいいのかなはい。じゃあ、ちょっと、白水さんが参加したいけど、ズームが使えない。白水さん、私のマイクで。はい。皆さん、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 いけもしもしあ,あ,<っ>あ今ねちょっと接続しますちょっと待ってくださいすみませんあズーム行けそうですかあ大丈夫だと思いちょっと待ってくださいね今あよかったズームのところを見てあ,あの朝送ったのは実験用のアドレスなので、うんうん、今日の夜のアドレスをもう一度送りますねあお願いしますはいこちらが、はい、夜のアドレスなんで ちょっとクリックしてみてください。はいはいはい、で、ぜひですねで、じゃあ、こちら、この声を国民運動にして、みんなちゃっかりお金いただきましょう。<笑><笑>いいですよね、なんか、こう正義のためっていうよりは、生活のためっていう感じで、なんかもう、じゃあ、どこからいきましょうかね。 じゃあ多分途中で入ってこられると思うんですがではあの今週の報告みたいなことからいきますかね。ははい、えー、こんにちは今、Facebook のライブの方でもご覧いただいていると思うんですけれども。えー 映画監督の増山レナですで私はですね現在、週に1度の現金給付を新型コロナの対策としてぜひ行ってほしいということで先週から毎週水曜日の夜9時半より会議という形で皆さんからアイデアやあの現状の分析などをしていきたいなと思ってこういう場を設けさせていただいています。 参加していただきながら、アイデアをシェアしたりとか、夕方として機能できたらいいなと思っています。えー、ですので、本日集まっていただいている方、最初の方も多いので。皆さん三十秒ずつ <laughs> 自己紹介をお願いします。<ー>じゃあ、土森さんからどうぞ。えっと、熊本在住の土森と申します。えっ、ー、と。<laughs> 今年に入ってからですね、ベーシックインカムの活動を始めまして。 で今はあのベーシックインカムニュースというですね、ベーシックインカムにまつわるあのネット上の記事やニュースをですねメールで流したりあの、フェイスブック上のベーシックインカムマガジン、えー、というところにあの発信しています。で熊本ではこれまでダム,ダムのですね、ダム戦の、えー、活動をやってきたんですけど、まあ、それに続いてですね、 ちょっととベーシックインカムも広めていいきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。はいいよろししくお願いしますあと、厳しいことを言うようですが、一人一人の自己紹介が長いと本題できないので、皆さん30秒でお願いします。お願いじゃあ、えー、菅谷さん、菅谷さん、ミュートですかね、菅谷さんは難しいのかな。じゃあ、柴崎さん、お願いします。はい、はいあのー、横浜在住の柴崎です。あのー いつも松山さんにお世話になって、えっ、ー、と、ここに参加させていただいております。あのー、これからもよろしくお願い申し上げます。はい、よろしくお願いします。したねはい、はい。では、タオさんは今、お仕事中かな。あはい、今移動中ですが、大丈夫です。 はい、今日タオさんは一大あの仕事をしてくださいました。今一緒にムックを作ってます。あ、私が言っちゃった。どうぞタオさん自己紹介お願いします。じゃ,いいすじゃあ自己紹介でえっともろタオと申します。えっと仕事はですねあの訪問介護ヘルパーえっと重度のですね、えー、訪問介護ヘルパーになります。主にあの ALS の方なんかの、えー、介護をさせていただいております。あと自称 MMT 研究家ということでよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。タオさん、あの,今今日のタイムラインに挙げていますえ、もうすぐ発売のコロナ不況対策ムックでも、MMT も含めて、あのまたあの介護現場の声かということでえ、記事を書いていただいております。今日もあも編集部としても動いていただいてあの、大物政治家に原稿依頼を果たしていただきまして、ありがとうございます。い はい、ではあの北海道から参加していただいてます佐々木さんお願いします。あ、佐々木さん声が出ないのかな？ミュート解除。あ、どうでしょう？あ、大丈夫だ。佐々木さんこんにちは。お久しぶりです。聞こえます？あ、聞こえます。聞こえますか？はい。いや全然こんなのわ分かってない。たまたまフェイスブック見ててこあなんかライブやってるなと思って <laughs> しました。北海道。はい よよろろししししくくおお願願いいまますす、はい、北海道は本州よりも早く緊急事態宣言をされて一歩、ね、まあリードっていうかあのリいいことではないかもしれないんですけれどもまああのいろいろな自粛外出自粛何度も早めにスタートしたりしていて。で 経済的に今、あの佐々木さんは農家をされていらっしゃるんですけれども。あの現場の状況としては、どんな感じなのかとか、後でぜひ教えていただきたいと思います。はいよろしくお願いします。では、えー、あのー、白やんさん、白やんさん。白やんさん。はい。はい。聞こえますか。聞こえます。はい。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。 つるさんはどんな方なんでしょう。えー、はい、私はですね、あの森掛けなんかで運動で田中正道さんなんかと、はいえー、行動してまして、<あ>国会前で,でね、はい、すいません。はい、白美です。はい、白水です。はい白水さん、えー、国会で、はい、あのまあ総化学会員でもありまして、はい、総化学会の三色旗を振って、えー、安倍はやめろと一緒になって。 騒いでた人間の一人でございます。そうなんですね。はい、ありがとうございます。はい、今その公明党の中からもあの十万円給付ということが、はい、声が上がり始めたということで、これはもう党派の枠を超えて全党派からこう突き上げていくあの作業が必要だなと思いまして、ス、はい、ライアンさんにも。ね 公明党支持者の方や創価学会員の方にも、はい、この問題 PR をどんどん広めていただけたらなと思って、ね、ここ2か月ぐらいあの本当公明党はよく私はあの私はどっちかというと公明党反公明党的な創価学会員なんですけれども、はい、あのその私がこう、まあ、あの去年の10月ぐらいからですね 公明新聞っていうのを取り出したんです本当は僕公明党に文句言ってやろうと思って取ったんですけども、はいあのー、そしたら結構なとかなその私が思ってたのとは全然違ってその割合中立的な内容だったんですけども、はいあのー、特にここ2か月ぐらいは、えー、もう1月の末からコロナの対策本部を立ち上げて2月の中旬ぐらいからいろんな形でその 医師会とかいろんな関係方面、あとホテルだとかですね、観光業界とかいろんなところとヒアリングをとってあのそれから介護業界だとかその病院あのいやなんかもすべてこうヒアリングをとってです、ね、いろんな対策をた立ててまして3月の31日には安倍首相に直接その現金給付10万円一律1人10万円ということはあの上げてるんですね。 え、三月の三月一日にそうだったんですか。はい、はい、だからあのコメ、はい、新聞の四月一日後にはでかでかと写真が写真と一緒に安倍さんがその自党の斎藤幹事長の、はい、そのあれを受け取ってる受けてるんですね。あの三月二十四日の時点でもあの一応その経済対策みたいなものも。 い、はい、ある、ん,てうんですかね、えっと、事業継続、雇用維持、生活支援、景気扶養この4つを1つの四つを重点ブロックにしてそこからどんどん肉付けしていったっていうのがななんですそうなんでですすそうね、はい、まあ10万円では私は結果足りないと思うんですけどまずはこの10万円って今、二階さんも言い始めましたからね。 一人,人10万円ということは一度給付するだけでは実際には足りないと思うんですけどそれにしても一度給付し始めるとまたその効果とかが出てくると思うんで,そうです、ね、まずこれを最低ラインとして突破したいと思うんですよねはい、はい、今、二階さんもあの安倍総理に伝えたって。で また最新のニュースでは安倍さんも前向きにうんたらとか言ってますよねなんて言ってましたどうなんですかねあれあの書き方ってどうなんでしょうねどうなんでしょうねあちょっと自己紹介の間でシロヤンさんだけ長くなっちゃってすいませんでした他に今回参加していただいている牢城さんと池尾さんあのマイクつながってますかもしもーし 池尾さん。池尾です池尾ですけどいいですか言ってもはいお願いしますあ,あのー、と、私は一応あのーま、で松山さんが嫌いな社民党の党員なんですあ、かん嫌いというわけでもないんですがないないですかはい、はい、あのお世話になってね僕も松山さん社民党の時から応援してたんですけど、あのー、ありがとうございます、はい、でだからあのー、まあ、福井県のもんなんですけどもだからあんまり、はい、その政治的には 大したことないんですけども社民党が、はい、あのベーシックインカムを僕はベーシックインカムに関しては、はい、あの大賛成なんで、はい、えベーシックインカム大賛成なんで、はい、あのとりあえず妨害しないようにあの社民党が妨害しないように頑張りたいと思います。 はいありがとうございますすごい超党派な会になってきてますねあの確か福島水防さん水防え党首がその現金給付について言ってましたよねなんて言ってたんでしたっけあ,あちょっとあ,あこれですね四月の四日にああ <laughs> えー、こうつぶやいてます政府の現金給付は一定の水準まで所得が減少した世帯に対してである収入が不安定な人はどう立証するのか自己申告をした後審査が入る手間暇かかるし役所も大変役所や人によって審査が変わることもある拒否されて再審査もありうるし交渉もありうる給付は先になる今困っているのにということであの福島みずほと なので社民党自体が現金給付一律現金給付金あのに反対というわけでは全くなくておそらくあの一緒に発信してくださるんじゃないかなと想像するのでぜひ党員として党にあの突き上げていってですね、まずはこの,あの安倍さんが言い始めた一律10万円を即時もう3日後ぐらいに営業日2日後ぐらいにちゃんと振り込んでくれるぐらいにあのまずは自分たちが が属する組織から変えていきつつあの訴えていこうと思うのでぜひあのお力貸してください池代さんお願いしますはいありがとうございますはいあと菅谷さんは今お話しされてなかったですかね会話ができる状態でしょうか聞いてるだけかなわからないですねじゃあこの菅谷さんは今発言されてないっていうことで このまま何か発言があれば、えー、してください。というわけで今週の動きを振り返ってみたいんですけれどもあの土森さんとかなんか振り返りとかお願いしちゃだめでしょうか。<え>私が言いましょうかはいあのまず、まあ、現金給付の緊急性がすごくもう皆さんあチャットで失礼します。 えー、菅谷さんが来てました、えー、都内在住で塾講師です、よろしくお願いしますっていうことで、あ先ほど自宅 PC にマイクがないため、チャットで参加しますと言っておられた方ですね。えー、塾も今、その休業、えー、状態になっているんではないでしょうか。うちの娘たちも塾に行ってるんですけれども、まあ全くゼロにはなってないんですが、授業が減ったりしてますね。でそういった あの都内で塾講師大手の塾は皆臨時休業中ですって書いてますね。でその皆さんそれぞれのお仕事が今休業中になったりして収入も不安定なのではないかと思います。もし現状の状況を訴えたいと思われる方いたらあのお願いします。今週のまとめを簡単に申し上げます。えー、その。 えー、C さんがですね、つぶやいておられたんですけれども、実際にこう30万円を、あのー、一家庭に給付するという、えー、声が上がって、えー、いて、また、あのー、休校 になったね、休校になった子どもを家で預かる保護者に対しての休業保障が、えー、8330円1日出るとかいうことで、えー、日本の,あの保障は手厚いというようなことを安倍さんは、えー、言ったりそうなんですけれども実は1000件申請があって実際に、えー、2月3月申請が通った方が この休業保障の分はあのたった1人だったとっいうことを C さんがつぶやいてましたね。でそこで私も改めてこの今の現状の保障では全く足りてないということに気がつきましてこの,あの現金給付を、えー、広めていくと声を広めて実現させるという運動を可及的速やかにあの実行しないと皆さんの生活が成り立たなくなるというふうに感じました。 また同時に、あのー、この医療現場の崩壊というのも目に見えて見えてきたのが今週でして。 1>, えー、1週間ほど前に厚生労働省から N95 マスクがもう足りないので、二次利用してくださいというお通達があったということは、先週の放送で伝えたんですけれども、それがどんどん目に見えて医療崩壊につながってきてまして、えー、先ほど、あの今日の,あの会見で、日本医師会がこのまま N95 マスクも防御服も全く足りないまま、 診察を続けるとこの医療現場崩壊しますよということを強く訴えていましたねそして、えー、都内でも、あのーえー、救急搬送された方が70件病院を断られて9時間、あのー、搬送され続けたという例が、えー、ニュースでも出てましたけどもう感染が広がって、えー、それ対応できないという状況が、えー あの目に見えてきてきますでそれに伴ってあの、えー、8割減とこう人との,あの接触を8割減というふうに言われて実際都内の,あの渋谷の交差点もしっかり各駅の周りなどでも人の,あの通りが少なくなってる状況ですけれどもこれに対しての保障が 当たるのはははははっていう感じなんですけど乾いた笑いしか出ないんですがじゃあ,あのどこかから今日話せばいいんですかねまずあのこの現状を感じることとかその皆さんの現場でしかわからないこととかもしよければ教えていただけたらと思うんですけどまず先ほどお聞きした佐々木さん農業の現場としては北海道の農協の農家さんとか今どんな状況ですか えー、農業保証とか足りてます売上がはどのぐらい減ってるかとか。全然何もないね。何もないっていうか変わりなく進んでますけどね。まあ今、今ちょうど種まき時期が始まって、うん、まあ農作業忙しくな,るな,なってきたんで、でもそういう。はい おえその北海道の場合は自粛をその外出自粛っていうことがあったけど特に保証とかもなくという感じなんですかあそんな話は何もないですね。え何にもないんですかじゃあで売り上げは落ちてないんですか大丈夫なんですか売り上げっていうのはぼ僕らは全何て言うのかなそういう、うん、と日々のそういう現金収入っていうのはないんで。 秋にその組み換え制度ってわからないですよね。あの要するに秋,秋に全部生産になるんで、えー、と現状では全然そういうことに関してはお金の面に関しては全く心配はないんですけどね。そっかお米だから<あ>その秋の収穫の時に大きなお米があ。北海道はそういう組み換え制度ってやってそのなんだろうな。 うんと要するに、えー、と秋,秋,払い秋,秋の生産物とこう生産したものでこう要するに、うん、と生産するんでそういう面では日々の生活は全然全く困りませんね。はい その業界によって、すごくもう日々の,その生活にも困るとか、その日払いの方とか、またいろんな形の,あの収入のあり方があるけど、あのほえその農家さんというのは、そういう感じなんですね。<あ>今ねすみません、よかったら一つ質問をさせていただきたいんですが。あどうぞああの技能実習生がですね あのまあ、中国などからあの来れなくなっているという話を聞いたんですけれども、そういったあの影響なんかはあるんでしょうかあ僕にですか、北海道、ああ、技、は、能、いはい、実習生あの、どうなんだろうな、うち、僕、実施、いや、僕らは全然そういうのは関係ないんで。<laughs> そうなんですね。ちょっと情報的にわからないんです。すみません。ありがとうございます。はい。はい。はい、と、まあ、なんか余談かもしれないんですけど。 前あの、山田正彦元農林水産大臣が、えー、ご自身の任期中に農家の方に対しての,その所得保障ベーシックインカムのような制度を導入したことがあってでその翌年やその翌年は農家さんの収穫率も上がったりとか経済的にもポジティブな結果が出たっていうことがあの前、えー、ご本人からお聞きしたことがありますね。 また、まあ、農業でいうと今後。あの 食料が不足するんじゃないかみたいな事態が予測されるというふうな報道もあり、まあ、海外の,あのパンデミックの状況を見ると、まあ、ごえ自国の食品がまず優先ということになるので今、マスクなんかも国際的に取り損ねている感じを見ると日本って農業の支援をちゃんとしていただいて農業の方々が廃業とかしないでちゃんと生産を続けられるようにバックアップしていってほしいなと思いますね。ちょっと話が逸れてしまった たんですけど今こんなツイッターを見つけたんですけどこの話してもいいですかねその、えー、4月15日の枝野ボイスです立憲民主党枝野さん野党が求めてきた所得制限なしで全員に一律10万円の給付金をという声が与党からも出てきましたしかし来週提出される予算案に 含まれていません急ぐから所得制限なし一律です補正予算を組み替え急ぎ実現するようさらに、えー、求めていきますというこれすごい重要なポイントなんですね私不勉強でよく分かってなかったんですけど野党はこの所得制限なしで全員に一律10万円の給付金をっていう運動をしてたんですかあ、ご存じの方、えっと、教えていただけますか、あのー じゃあ、国民民主党とかはですね、やってますよね。あと、立憲も一部若手議員からそういう話が執行部に対してあったというのは聞いております。そうなんですね。国民民主党は30兆円規模の真水を出して、消費減税と現金給付ということでも前から結構言ってますね。 うんなるほど、これあの、来週提出される予算案に含まれていませんというのは、自民党の予算案のことですかね。うん、ということになりますか、今、あのそ入ってるのは、はい、今入ってるのはあの、30万円の現金給付、要するにとても評判の悪い、極めてあの誰がもらえるんだっていう。 そういうレベルの現金給付があの補正予算の中に組まれているわけですね。で、まあ、それをですね、まあ、例えば先ほどの公明党さんなんかもですね、あのうん、それを組み替えて10万円一律にするべきだということを、まあ、言っているわけです。また、国民民主なんかもですね、まあ、それに全、えー、ずること、あと、令和なんかもそうですよね、言っていますが、現時点では、はいえー、今の補正予算の組み替えには、えー、反対をしております。はい え自,自民党はですね。はい。うん、ではそれをなんとかこの来週が勝負ってことになるんですね。この、えー、この補正予算については。 今日たおさんが、えー、原稿依頼をして受けていただいた安藤氏衆議院議員自民党の議員さんですねもう、はい、あの本日ツイッターでつぶやいてまして3時間前国民の声がこのように大きな動きにつながってきた第2次保険補正予算の編成という声言葉も出てきたまだまだこれからです。えー、あらり保障 えー、休業保障、消費税ゼロ、引き続き力を合わせていきましょう、国はすべての国民を経済的被害から救済することができるのだからと、あとなんか明日 BS テレニュースに出るみたいですね、とこ,のこの安藤さんは、現金給付に対しても、えー、かなり前向きな方で、えー、この現金給付をしようというテーマのブ,ブックレットにも記事を書いていただくんですけれども。 こんな声が出てますね、はい、そ今ですね、安藤さんが先月ぐらいに出している、はいえー、提言は、うん、まだあの、はい、事態がここまでちょっと深刻化する前のものだったので現金給付ということはまあ入ってはいないんですけれども、はい、安藤先生自身はそれについて否定的ではないというかうむしろあの何でもやるべきだという立場ですね。おそ、はいまあ、らくく今度あの新しく出る方はあの、まあ えー、もう現時点でもあの30兆円規模ではなくて、まああの、50兆円の真水が必要だということで、まあ、言い直していて、まあ、新しく書き直されるそうです30兆円じゃなくて、50兆円にもうそのぐらい、うん、そのぐらいあのもう必要な状況にもうすでになっているだろうということで、すでにあの自民党、政府にあのもう提言は出しておられますが、バまクバップしたものを出すということです。はい 分かりましたこの補正予算の中にしっかりと一律、えー、審査なし現金給付ということをこの予算にも含めて出していただけたらあのそれが通れば本当に再来週ぐらいにあの実行に移す可能性が高いかもしれないですね。てかそのスピードで動けたらいいんじゃないでしょうか。 今までこの和牛圏、お魚圏ふざけんなとか <laughs> あと布マスクちっちゃすぎとか <laughs> なんかこうことごとく結構ひどい政策を政府がしてきてるんだけどそれについて市民がツイッターでつぶやいたりとか声を上げたりすることによってあの効果を上げてるっていう感じがありますよね。そうですね、はい、ですのでそのあのぜひ、えー、しろやんさんもその公明党を にもあの来週の補正予算の中で、一律現金給付分の予算を組み込んで、えー、支給実現するような声を、ということをぜひ挙げていただきたいですし、また社民党にもこの動きに対して、えー、こうあの与野党一緒に実現していただくというような形でいったらいいんじゃないかなと思いますね。 あ,あとどなたか発言されたい方がいたら挙手お願いします。あいいです。うん。あいいですか。どうぞ。じゃあち今出た安藤さんですけど、はい。財源は国債でやるべきだというそういう話をされてますね。 この安藤さんはそのタオさんの専門分野になるんですけど、はい、MMT のそのことを理解されてる政治家さんというふうに理解していいんでしょうか。そうですね。はい。基本的にあの財源に関してはあの今のところは国債で、えー、やるべきだという形で言ってます。まあはい、そうですね。すうん。この財源国債でという形なんですが、あの安藤さんはえー。 はい、この何の財源を国際で、ど、どこで発信されてるのか。もう一回、もうちょっと詳しく教えていただけますか。えっ、ー、と、日本の、日本の未来を考える勉強会というのは。これがもう何年か前から、三年ぐらい前からありまして。ええー、はい、まあ、それをですね、あの、まあ、ホームページがございます。で、まあ、それが最近ですね、はい、あの、議連になりました。はい。で、まあ、あの、そういう場所で、あの、まあ、あの。 議員相手にですねあのいろんな方を読、えー、んでまああの勉強会もされてますがまああのそういう資料一式ですね全部あのホームページの本載ってますねはい、はい、今これ見てみたらあの武氏さんが先日、うん、こうテレビで、えー、日銀がお金をするだけなんだから、はい、日銀がお金を吸って、はいえー、配ればいいじゃないかとあの、うん、いうはお金を配ればいいじゃないかという話をしたときに、うん、あの <laughs> えー、アンドアンなんて言うんですか 安住アナさんがあ<ー>、えー、日本は日本,のあ日本は自分の通貨を自分の国ですってますからっていうことを言ってることも引用してこれ、広めてください、その通り国は通貨を発行する力があります、それを十分に使えば少なくとも経済的被害からは全国民を救うことができる、残念ながら今の日本国政府はその力を使おうとしない、その力があることを知らないのかもしれないってつぶやいてるんですね。なんかはい その中のこう動きが、流れが変わってきたなと思うんですが、こういう方が、あの与党内にいらっしゃるんです、ね、そうですね、もう、うん 2>, はい、2年ぐらい前から、まあ、安藤先生もそうですが、あの西田翔二先生という方、これ、参院の人ですが、まあ、その方なんかも日銀の方とか、財務省の方とか呼んで、ですね、はい、あの国会質疑で、えー、今おっしゃられたようなことですね、あの国債発行と通貨発行というのは、はいまあ、ほぼ、えー、日銀を通して同義なものになるだろうと。 えまあ借金を返すことによって、逆に国民の,あの金融資産が減るので、問題でしょうと、プライマリーバランス、黒字化なんてものはまあ意味がないんじゃないですかっていうような内容の趣旨を、ですねもうずいぶん前からあのえ国会等ではあの質問をして、ああのそのたびはぐらかされているという状況ですね。 うーん今こそこの力を、ね、使ってほしいですよね。その病院の先生方がもう私、マスクも防御服もない中な働いてるっていうことがもうこの現状は許せなくてだ金があればねマスク外国から買ってくることだってできるのに。うーんその 466億円を使って、あの布のマスクを、ちっちゃい布のマスクを配る予算があれば、そのお金でも買えるし、でまた、緊急の,あの国債発行ということにして、とにかく医療現場に最先端の,あの防御服をとか、マスクをとか、最低限必要なことに対しての予算を。 作り出せばいいわけでなんでお金なんかのために大切な命の現場がこう軽んじられてるのという気がしていますまた、はい、その市民生活についても今その緊急事態宣言が出されてもうすぐ2週間1週間ちょっと出たところですけれどももうすぐすると あの失業する方とかがさらに目に見えてくるんじゃないかと想像するんですがここでこの菅谷さんにあのチャットでお伺いしたいんですけど聞いてるかなの塾講師の菅谷さんの周りとかはどうですか失業された方とか休業中の生活が苦しいとかなんかそういう声ありますかまた皆さんの周りでもそういう声って聞こえてますか じゃあちょっと私ばっかり話して恐縮なんですけれども、あのあはい、聞いております。ぜひ、どういうお話を聞いておられるのか、教えていただけたらありがたいんですが、いかがでしょうか。今、チャットで書いてくださってるんですが、今日ですね、あの渡辺照子さんもあの、チャットで原稿依頼を、ね、させていただいてたんですけれども、渡辺さんも、あの 渡辺さんがね、昨日新宿の駅を歩いてたんだって、そしたら、お金をくださいって、見知らぬ女性から言われたって。<laughs> で、えー、こういったことも含めて、コロナ自粛後の街の光景をも含めた、その貧困についての原稿を書いていただくことになってるんですけど、<laughs> 結構ゾッとするものがあって。 で皆さんの周りの声として何か聞こえてくるものがあったらぜひ教えてください。で今、池尾さんが書いてくださっているのかなちょっと待ってください。池尾さんではなくて、えー、菅,谷さん菅谷さんがもしチャットにあはい書いてくださいました。個人経営の塾の場合は、Zoom などで遠隔授業をしたり家庭訪問型の指導に切り替えたりして対応しています。 集団指導を採用している大手塾の場合、対応はさまざまです。え未定ですってどういうことこの休業保障は今どうなるかが分からないということなんですかね。この塾講師として、の休業中の間の、あのー、お給料の保証というのは特にない状況。 でしょうかよかったら菅谷さん教えてください今実際にはその雇い主の、えー、責任で、えー、仕事がなくなった場合には六割の賃金を保証しなければいけないということが言われてるんですがそれを守ってる あの現場とか職場が逆に少ないんじゃないかと思うんですよね、皆さんの権利を行使しないといけないし、その6割払うことが難しい事業者に対しては、国が補填する制度などもあるんですが、そういった制度そのものが知られてなかったり、申請の仕方がわからなかったり、さまざまな形で活用されてないのではないでしょうかちょっと返事が出てます。はい なんか今どなたか発言されたいあ、会社によって対応が決まっていないんだと思いますというお声が、えー、菅谷さんからありましたあと、休業保障の件ですけど、はい、非正規の人が休業保障を要求するっていうのがでできる状況んですかね,ですね、うん、もう一度、言っていただいていいですか。ですね なので、っいったになって、派遣詐欺の会社に対して、救助補償をしてくれっていうようなことができるような状況なのかのも、あるんじゃないかと思いますけど。あ非正規の方がそういったことを現場で言うと、はい、あの仕事を切られちゃうとか、はい、そういった意味ですか。いはい、言い出しにくい雰囲気があるんじゃないかということなんでしょうか。ね、正規社員だったらら、まあ、一応まがないにも組合があるから まあ何らかの休業保障が出るんでしょうけど、組合のそういう保護がない社員とか、派遣社員とかですね、はい、非常に言いにくい状況なのかなというふうに、まあ、想像してるんですけど、うん、どうなんですかね。 その辺をですね、今すぐ活用できる制度と今の制度のその足りない部分だとか問題点だとかいうことを含めて本当はブックレットに間に合わせて書きたいんですけれども自分自身が恥ずかしながらリサーチがまだ足りていなくてもしあのそういった調査を一緒にしてくださる方がいたら今 Facebook ライブを見てくださってる方も含めてチームを作ってあと1週間ぐらいで 半下にしないといけないんですけれども、あの手伝っていただけないかなっていう思いがあ,りますあ、えっと、今,今あの、私があの見聞きしている範囲で言えば、ですねあの、はい、休業保障に関しては、ちょっといろいろ特例なんかも出てまして、9割までは、えー、出るようです、す、ね、まずあの休業保障っていうのは最低6、最低6割は出さなきゃいけないんですね。はい ただあの、これは6割以上に関してはこれはあの労使交渉の間で、まあ、要は10割払ったっていうわけです、企業は労働者に対して。はい、で、じゃあその10割払いました、じゃあ10割じゃあ公的にあの補填されるのかというと、そうではなくて、えー、払った額の9割まではあの補填されると、えー、国から来るということなんですね。なので、まああのー、休業保障を使うとですね。 あの、企業はどっちにしろ、えー、支払った分のうち1割は、えー、負担しなきゃならんと、まあ、いうことなんです。 だから企業としてはこの休業保障制度があるということや、その制度を活用すると、いずれにしても1割払わなきゃいけないから、面倒く,く,くさいからうん、そういうことをいらん言わない、面倒くさくない方を雇って、知らんぷりしたいっていうのが、本当のところ、まあね、ただ、さらにその休業保障が、<う>あの会企業の方に入ってくるのは、もう数か月後なので、そもそもそ,もそこまで。ここはまた問題が 2> 2 うんなのでスキンケとしてもそもそも無理ともう今月あの払っちゃったら来月の資金繰りがつかないよっていうところはそもそももう諦めますよね。ああそれは企業を責められないところもありますよね。責められないところもある。そうタクシー会社が日本東京のタクシー会社が六百人を一斉 解雇して、でうん、失業手当でそのしのいでほしいとでコロナが終わったらまたあの雇うからということで1回、解雇してるんだけど、うん、それは今の休業保証制度で600人かける1割を払い続けるのも難しいしそれを数か月後の補填じゃとてもじゃないけどやっていけないよっていうことなんですね。おそそらくそういうことなんじゃないですかね。 シロヤンさんも企業を経営してらっしゃるんじゃなかったでしたっけ？いや僕はね今あの潰しちゃいましたね会社を。そうだったんですか？えー、第二の人生であの介護の老人ホームの、はい、今生活支援というあまあケースワーカーという仕事をしているんですが。創業者はい。はい、あそうでしたかすいません、はい、ちょっとちゃんと把握できてなていた,、えー、ただまあ今あのまあ私の会社自分で言うのもなんですが一応最大手の会社なんで。 はいあまあ、今私はまあ有料老人ホームですから、まあ、基本的にあの問題はないんですがやはりその訪問介護だとかあと通所の方が、はいえー、うちは12万人ぐらいお客様がいのでそこの部分がその崩壊ということにはやっぱり企業のやっぱ重みっていうかございまして非常に今切実な。 我々は本当社員一同あの感染しない感染させないというところであの日々くアクセントしております先週、タオさんにもお聞きしたんですけどカルーテルを何<ん>だっけ そそうそうカテーテルでカテーテルの際のカテーテルで加入でから吸引をしなきゃいけないあのちょっと仕事でございます。で、それに対して、うん、その際にあの、まあ、必ずあのイソプロなんかはですねアルコールでですね、えー、滅菌をしないといけないんですが、これね、アルコールがた、アルコールというか、まあ、あの中身が足りないのか容器が足りないのかもうちょっとはっきりしないんですけどね、今、あのえーまあ、とにかくあの配送してくれているクリニック、かかりつけ医からですね、ちょっともう、うん、量が。 あの今までの数をえ保ててないといいととうこでで減っているんですねでそれを、はい、まあ生成水,水で割って何、えー、とか使っているというような状況がありまして、うん、これ一軒だけではなくてどうも結構そういうとこあるようなんですね。シロヤンさんのところはどうかなっていうのをちょっとお聞きしたかったんですが、えー、アルコールやマスクなどの,その感染を、えー、予防するものの足りていますか、はい、おかおげさまでううちの会社はどうにか あの大丈夫ですね、はいあの。マスクなんかは介護施設に国から届けられてると聞くんですけれどもそういったの、えー、アルコールを買う費用だとかもしくはそのアルコールそのものみたいなの,の保証とか、えー、支給っていうのは特にないんですかマスクは確かにあの、はい、優先で来たのがあの それこそ2日か3日前にも、こ、はい、っちのホームに300枚かな、来てましたけどで、あとアベノマスクがなんか、職員用に100枚ぐらいあるんですけど、誰も持っていかないんですけど、<laughs> <laughs> もう届いたんですかアベノマスク <laughs> アベノマスクはね、もう先週の初めぐらいに届いて、で、はい、入所のお客様にも配ってくれって、なんか厚生労働省から書いてあったんで、<laughs> 僕は嫌みからから、はい、あの、皆さん、 安倍のマスクですって言って嬉しくて涙が出ますって嫌みたらたら変わったんですけどねはいはい。はいはい、そうだったんですね、えー、あの今ですね実は私気が付くのがちょっと遅くなっちゃったかもしれないんですけど一名ですね、えー、参加者が二名増えましてお一人がですね川西さん川西さん今あれいなくなっちゃったかな <laughs> 川西さんが今言ったはずなんですけど、このブックレットの編集長が。来てくださってたんですけど。いなくなっちゃったかもしれないです。すいませんでした。いやいやもしもしー。あ、あ、いらっしゃった。こんにちはー、うん。こんにちは、こんばんは。ここで聞こえてます。かあ、聞こえてますよー。ちょっと今仕事しながら、あの、一応聞いてました。はい。 川西さんビデオを依頼したけどもしビデオが難しかったらお仕事中ということなのでんあなんかお声、えー、のお話だけでも今ですねブックレットのこともあの参加者の皆さんにちょっと PR もしながらいたんですがなんかどんな思いで作ってくださってるのかとか今集まりつつある原稿を見てどうかとかあとこれからの働き方とか何か。 アピールというか、お話をお願いします。了解です。えっと。今、増山さんたち、あの、手伝っていただきながら。あの、当社のラブハウスという出版社なんですけれども。はい。えー、中戸内で七十ページぐらいのですね、ブックレット、まあ、マーガリンですね。ええー、あの、編集中です。で、まあ、あのー。もともと、二月末の厚生労働省の、増山さんたちの、日本ベーシックインカムの。 学会の有志の人たちの記者会見の会場に私参加しまして、はい、これはその非常に重要な動きだろうということでその場で増山さんたちとえまあマガジンムックみたいなものをじゃあ出そうじゃないかという流れになりまして、はい、でもともとあの令和のまあえカッテレン的なこう周辺にいた人たちが「の猫のように生きる」というタイトルのオルタナティブマガジンみたいなものを作ろうという。 動きが去年の夏ぐらいからちょっとありまして、はい、ならばまあちょっと融合して、それ一緒にやろうじゃないかという流れになって、はいえー、とりあえず今、ちょうどあのプレス相看護を準備しているところです。あはい、あので、は特集がですね、はいあの、パンデミック・コロナ・サバイバル特集という形で、えーまあ、主にあのベーシックインカムに関する。 えー、詳細なのレポートですね、この間の記者会見の,あの内容であるとか、あと、えー、MMT に関する話や、えー、海外での動きとか、まあ、そういうふうなものを、まあ、一つの特集としてまとめて、あと、えー、今、事態が非常に流動的ですけれど、えー、フリーランサーとかクリエイティブ関係の人たちとか、自営の人たちとか、 また非正規の人たちとか、まああの、ワーカーの中でも弱者の人たちに、えー、焦点を絞って、えー、支援に関する公的情報をまとめたり、あと現場の声ですね、それをまとめる、えー、動きをしています。 ありがとうございますあの本当に2月の末にタオさんにもあの力がありましてまたあの経済日本経済復活の、えー、会の、えー 小野誠治先,先生が、えー、出してくださった日経ニーズの試算で、えー、国民全員に一律20万円を給付した場合日本経済がどうなるのかという詳しい試算が出てまして先生が、えー、200万円ぐらいをかけて その有志の仲間さんと作ってくださったえ貴重な資料を財務省に届けに行きまして厚生労働省の記者クラブで記者発表をさせていただきましたで、なかなかね大手新聞取材に来てくださったんですけどあの時は記事に出なくてヤフーニュースで出たんですけど柴玲さんに書いていただいたニュースが出たんですけど その時にあのいち早くこの動きにこう面白さを感じてくださって出版を決めてくださった川西編集長改めて感謝申し上げます。 <laughs> ちょっと特艦工事ですけどなんとかねこれ2か月後とかに出してもちょっとピンとずれちゃうんでなるべく早く編集して、えー、このタイミングに出してこの世論を盛り上げて実際の給付を、えー、促すという作業をですね、えー、いう効果が出るタイミングでいいものを出したいなと思ってます。 ぜひあの出版した際に皆さんに PR をあの、えー、お力い,いただきたいですし、運動としてこのムックを読めばなぜ現金給付が必要かっていうのがわかる内容になってます。あとですね現場の声っていう意味でもまだちょっとうす足りないなって原稿まとめながら思ってまして、なんかどんどんこのどういう声がげあの。 その失業の状況であるのかとか休業中にこういうこと困ってるとかそういった生の声をもっと四面に生かしながらいきたいなと思いますのでの掲載はその川西編集長の、えー、許可が下りないと掲載はできないんですがぜひ皆さんから声を、ね、集めたいんですよね。えー、Facebook ののライブの方にあの ホームページを出したんですけれどももうすでにこの予約ができるホームページもありますし、えー、今あの絶賛編集中ですので編集部の方に皆さん、えー、この放送をお聴きの皆さんの このえー、保障についての思いであるとか現状こんな、えー、状況の中働いてるとか暮らしてるとか何に困っているとかあの実際に1000件、えー、応募して。その えー、給付があった方が1件ということなんで999人の方のどんな申請して落とされたのかとかあともしくは今探してるのは実際に感染された方のルポも入れたいと思ってるんですがあの匿名でも構いませんので感染した場合のこの医療現場たらい回しにされたのかとか。 どういうところに困ったのかとかそういった生の声を編集部の方にお寄せください編集長どのメールアドレスに送ればいいんでしたっけそういうと声は私それとも編集長<あ>いいとりあえずとりあえずえっとすいませんこのチャンネルは増山さんが定期的にこうやられてるチャンネル番組なんですか これはですね、実はね、先週から9時半、時間決めてやっていこうということになったんですけど、この現金給付を、えー、実現させるために毎週行おうということで、ああ、なるほど。はいます、はい。で、いろんなアイデアだとかあの、いただきながら実現に向けてということでやっています。できたら今後、あの海外でも今年ベーシックインカムの国際会議が、 毎年あるんですよ。ただあの今年はコロナのことで亡くなっちゃったんですよ。でも、えー、ぜひですね実現なのでまあ。 毎週のこの水曜日のどこかで海外とつなげたりとかもやっていきたいなと思ってるんですがまずは国内の局面がひどすぎるんで, <laughs> でまた来週補正予算でこの国,国民全員に10万円給付というの追加予算があのまだ組まれてないらしいんですよ与,与党が出してる予算案に。なので可及的速やかに各政党から声を上げて、えー、今の来週の補正予算に 自立全員、えー、この給付ということも含んでくださいというような声を出してくださりあ,あげてくださいとかその時々に扱うテーマが変わってくるかと思うんですがはいでも毎週続けてみようと思ってます了,了解です<あ>はい今やっぱり言ったんですけど増山さんの後ろの写真の人の紹介をお願いしますいつも誰,誰なんだろうな あ、これが小野誠二先生なんです、真ん中が。真ん中の方が小野。はい。小野誠二先生は日本経済復活の会の先生で、はい、で、隣はタオさんです。はい、タオさん、わかります。はい。で、あのー、この方々はですね。何さんだっけな。さんがそのえっと。えっ、ー、と、ちょっと待って。黒マスクの人。 黒マスクの方はね、今回実は書き下ろしで関わってくださってるんですけど、ちょっと待ってください。そう、連絡しなきゃいけなかった。えー、何さんだったっけすいません、覚えてますか、どなたか。白マスクの方は、このえー、ロスジェネの就職氷河期。 の運動に、えー、名古屋にも来てくださった方です名前わかんない名前調べるとわかります、はい、これかなてくださいね私が結構ポンコツでしてあのいろんな方の名前が覚えられなかったり処理がしきれてなかったりいやでも私本当はこういう放送があることを 連絡したほうがいいんですよ。なので、そのベーシックインカムマガジンで毎週この放送しますみたいな形であの伝えていただいてその、私も連絡先を探しますので、もし可能でしたら、土森さんにそのフォローアップをお手伝いいただけたら嬉しいななんて思ってるんですが、すいません、また名前を確認します。ごめんなさい。これかな坂上さんだ 黒マスクは坂上さん、です坂上智美さん、はい、坂上さん多分メッセンジャーやってなかったんだよね。で,、うん、でも、メッセンジャーやってなくても、うーん、多 Zoom 参加できると思うんですよね。と隣の方が何てう方だったか探しましょう。えっとね、<あ>岡本純一さんかなあ岡本さんだ。岡本,ん岡本さんだね。 みんな今どうしてるんだろうじ、はいまあ、連絡してみましょう。はい、じゃあ、ですね1時間っていうことでもうすぐ1時間なので、えー、まとめというかあどなたか、ま、ず感想とかこれ言いたいとかいう方がいらっしゃったら1時間で締めましょう。 さっきあのベーシックインカムの会議が何の会議が BIEN、ベーシックインカムアースネットワーク o 9月に今年はオーストラリアだっけなで、えー、開催予定だったんですよ。えー、で、私も参加しようと思ってたんですよ。はい、今年、そのオーストラリアで山火事もあったし環境問題とベーシックインカムみたいな話になるなと思って。 でももう中止が決定されました、コロナで。そ<し>そもそも今、えー あの日本もほぼ190か国ぐらい入国制限が入ってて日本のパスポートがこうなさない状態ですしまた日本だけではなくアメリカからはヨーロッパの飛行機を入っちゃだめだとかいろんなその国際間の交流というのがなかなかこの数か月厳しくなっているので国際、えー、会議が行われないんですよ。 でも同時にそのベーシックインカムの状況については世界中で実現がこのコロナ対策ということで実現してましてあのこの間、えー、土森さんにも図を作っていただいたんですけれどもアメリカでも13万円香港でも14万円韓国でも、えー、状況によって、えー、数万円から10万円ぐらいまでの間の保証があったりだとか <laughs> あの 世界中で、えー、コロナ対策として、えー、現金給付が行われているタイミングなのでこのタイミングでス,スペインベーシックインカムやるのですかという質問が来ましたねこれについてあのもうちょっと調べますなんかあった気がするけどやるという報道が2つ出たんですけどあと、はい、でそれはあのベーシックインカムじゃなくて貧困層を対象にした現金給付だと。 なあ先週、そういえばスペインがベーシックインカムスタートっていうニュースが出て、でも実際にはその審査ありで全員ではないっていうことなんですね。いはちょっと世界での状況も調べて、あ,ありがとうございますって池尾さんが、土森さんに。b i n のあの定ビ会議は無理ですかまあまあ ささんに増山さんん山お願いしたんですけど、ね、無理ではないですが、増山さんの今の状況を言いますと、はい、映画の撮影の準備をしている、そしてその脚本を4万5000字を書き上げた、そしてそれをあのロシア語にも翻訳依頼した、そして今、こと1週間でこのブックレットの編集をしなければいけないというような複数の仕事を抱えた状態です。でなおかつ あの仕事自体は、えー、ハンセン病映画祭が中止になったり減ってます収入自体は減ってるけど仕事が増えてる状況なんでこれもやれもやってくださいって言われても、うん、私一人で無理です <laughs> ですので私が願うことは皆さんがこうチームを組んで、えー、仕事分担しながらこのベーシックインカムに関わることについてはすぐに賃金が発生しない形であっても動けるユニットみたいな ものにこの週一の会議がなるといいなって思ってます。今年誰か手を挙げてズーム会議をベーシックインカムの国際会議を行おうってうことを挙、えー、げたらいいと思います。ただ私はその翻訳に関しても人には賃金を払うべきというふうに活動してるんで、基本的にロシア語の4万5千人もきちんとあのお給料を払って、えー、自宅待機中の札幌にいる方にね頼んだんだけど。 お金払わなないいとと翻訳とかは頼まない主義ですで。なのでその国際会議をやるってことは通訳さんを雇わなきゃいけないじゃないですか。である程度の通訳さんを雇う場合の人件費ってそれなりにかかるからじゃあ,あの誰がそれを保証するのっていうことがない時点で自分があの赤でやろうというふうには今言えないんですね。 で、こういった動きを何か収益化してその中からじゃあ,あの翻訳やりますっていう方を見つけるか、えー、その費用を編み出すかで,あの、えー、できやったらいいかもしれないんですけど今すぐにそのこれもやりましょうあれもやりましょうと言われても正直無理ですまず優先順位としてはこのブックレットを、えー、きちんと売れるクオリティのものを作るということが、うん、一番先かなと思います。 増山さんにそういうお願いをしたのは、ですね、はい、さっき言った BIEN ですか、はい、まあ要はベーシックインカムスカイネットワークの会議を開いてもらって、ですね、はい、そこであの今こういう状況だから、ベーシックインカムを各国で投入すべきだというまあ声明をですね出してほしいと、まあ、そういうことをです、ね、増山さんにお願いしたと。 <laughs> それ,<は>それあの、基本的にはすごくいいと思うけど、それをやるには、じゃあ、男女たちがお願いした理由はそういうことです、うん、っていうのを、皆さんに説明いた、今、しましたと。 はい、山さんの状況は、はい、分かりましたたででもういいですかただその時間とお金がないっていうことはマンパワーが増えればクリアできる問題だと思うんですよね。で、ただいつも私の問題は自分で止まっちゃってて問題をシェアできないでいっぱいいっぱいになっちゃうということがあるんで、で今、シェアをしてる<の>わけです。 はいあと同時に思ったのは今日今この Zoom でこういったオンラインのチャットで映像も録画できるんですよ。Zoom は1年間前払いでこの有料の契約を今したのでこのシステムを使えば世界中とどの人でも対話ができるんですよ。 で、その画面録画もできる。で、このシステムをうまく活用して、ズームでベーシックインカムの世界同時でベーシックインカムが起こったみたいな、<laughs> なんか映画撮れるなっていうのも思ったんですよね。<laughs> で、それを、あの、今、配信見てくださってる方も含めて、増 <laughs> 山里奈、それ面白いじゃん、一緒にやろうよみたいな人が出てきてくれたら、それをこの週一会議の中で、じゃあ、今週オーストラリアの方呼びましょうかとか、もしくは、なんか、 えー、スペインどうなってるんですかとか。じゃあ、スペインの、うん、外務大臣あ、来週まで取材アップを取っときます。とか、<laughs> なんかそうやったグループがうまく作れたら。 それを世界同時であの今起こっていることをレポートし合ってそれをまとめるだけでかつてないズーム映画作れるなとか思っているのでそれも実はやりたいことの一つですもし面白いと思う方がいたらぜひやりましょうもしブックレットでその野望を書かせていただけたらあのそれも掲載していただけたらいいなと思うんですけどはいピンチはチャンスなんでね こんなことも世界史でもなかなかないんでと思ってます。でも1時間超えたんでそろそろ何かありますか、皆さん。まあ次回は聞いていただければそうですね。で、この Zoom のイベントを作るのもねあの、URL を定期的にこのリンクは 来週も使えるというようよなことも多分でできるんですよねなので、えー、こ,このリンクを毎週使えるんじゃないかなちょっともう一回見てみますがそしたら土森さんがメールを持ってらっしゃるので今日参加してくださった皆さんも土森さんの このチャットにメールアドレスを書いてくださったら、土森さんから毎日ベーシックインカムニュースのメルマガが届きますので、<や>世界最速で。毎,毎週一回,回、<laughs> 毎,週1回毎週1回届きますので、ぜひここに登録してください。で、なんですかね。<laughs> あと、次回また同じでいいんじゃないですか。同じですねはい で呼びたい人とかいたらタオさんみたいに、はい、とりあえずギャラはできないけどあの参加要請しましたとか議員さんとか口説いてくださる方がいたらそれでもいいんじゃないかなと思うんですけどお声がけしてみてください。あとですね、はい、私の方が えー、18日の日に大阪のシアターセブンという映画館と提携してこのベーシックインカムの講演会をズームで行うことになりましてこちらが映画を私が監督したベーシックインカムの映画を見るコースが1500円で映画は見なくてトークだけ参加するっていう方が1000円で受付してるんですよ。でここに大西常樹さんも出演してくださるっていうことになりまして。 ぜひね、こっちも今、チケット売らないといけないので、もしよければ皆さん参加していただけたら嬉しいです。映画館もこのままだと潰れちゃうんで、起死回生を、ま、願って、こんなオンラインのイベントが増えてるんですね。今、ドリンクも送ります。 休館のお知らせ、イベント一覧。あ、今出てるんですね。オンラインイベントに変更って。これが、よかったら、よろしければ、ぜひ、こちら、映画も見てください。で、大西さんも出てくださることになったので、ぜひ。いや、大西さんってないですか 大西恒樹さんご存知ないでしょうかいません知らない実はまだあのこの間令和新選組に出られた方で、えー、もっと、あのー、JP モルガンで働いてた金融のプロでであのー、今すぐお金を吸って政府が吸って 国民に配った方がいいよっていうことをずっと講演会活動をしたりしてで発信されてる方です大西さんの講演会は全国どこでもすぐいっぱいになったり大人気なんだけど最近はこういった全国アンギャもその自粛の関係でできてなかったと思うのでオンラインで出るっていうのは結構いいかなっていうことで。 よかったら大西さんのお話もですね今度のブックレットに掲載されるんですがあの大西さんのお話も聞けるチャンスということでぜひ皆さんご参加お願いいたします <laughs> スありがとうございます大西アプリあります大西さんアプリ作ったんだすごいな結構新しい技術についてもアクティブに取り入れられてすごいですね というわけで、ぜひですね、このオンライン18日のシアター7と連動するイベントとかもぜひお願いします。あとは、皆さん、何かお話ありますでしょうかにないんで大丈夫ですか、はい、あ、ちょっと質問なんですけど。はい。聞こえます これは、えっとはい、ちょっとまだ Zoom の使い方は分かってないんですけど、一般の人もこれあ、アドレスが分かれば見ることができるんですかそうなんです。Zoom というのは、いろんなあのパスワードを使ってっていうこともできるし、あと、認証した人しか入れないっていうこともできますし。うん、でもあの、これは今、 この水曜日の会議については無料で参加できるというような形で考えてますこれはこだから、今は、えっと、特定の人だけでやってるんですよねいや、これはですね、その今日やるよっていうのを呼びかけて、参加したいって言った方、うん、全員どうぞっていう形で今始めてます。<laughs> で、毎週まあ続けてみようと思ってますそれはアナウンスはどこでアナウンスしてるんですか ほとんどアナウンスしてなかったんですけど先週やった時に「来週もやりますよー」って言ったのとあとあのフェイスブックのページで「今日やりますよー」っていうのを出したぐらいでした。はあはあはなるほどはいわかりましたなんかブックレットで今いろんな先生方に原稿を書いていただいて でそれぞれかなり面白い内容だと思うので、なんかブックレット販売戦略としても活用しながらできたらいいないそうですね、あのアマゾンで予約販売をいつぐらいからやるかな、はい、ちょっともうそろそろやろうかなと思ってるんですけど、はい、あのそれと予告で、えっと、掲載がほぼ確定している人を、まあ、予定という形で名前を出して。えーはい 寄稿してくれてる方とか関係されてる人たちの名前のリストとテーマで、まあ、こういう内容ですよという、うん、予告文章はもう出してもいいと思ってるんで出してもいいんじゃないでしょうかでなんか今現金給付、うん、すっごい話題になってるしなんかこういう本も出たっていうのは話題になりそうだしう何回か、ね、あの PR したらいいんじゃないかな。ね 今、最近、あの、えっとね、あれ、山本太郎のことを特集したやつかな、あの山本太郎から見た景色だっけ、なんだっけ、あの、うん、ムック、あれもムックですよね、私まだ見てないんですけど、あの、なんかアマゾンで1位だそうで、うん。そうなんだ、山本太郎さんに今から原稿依頼して書いてもらっあ <laughs> あ<れ>、あれはあ宝島のやつとか、<laughs> 週刊プレイボーのやつではなくて。 な,なんか、エレキングっていう雑誌ですかね。<ー>今度は本来、音楽雑誌なのかなと思うんですけど<ー>、はい。ちょっと探すかな。うん、最近出たばっかりですか多分、昨日、土地とかそんな<ー>そんなもんだと思います。おなんでね、結構まあ、興味は関心はあるのかなと。ですね。 山本太郎さんにもなんかコメントみたいのいただくことしますちょっと令和色が強すぎるんじゃないかって編集会議メッセンジャーで私が言ったんですけど <laughs> 大西さんもあの書いてくださってるし渡辺照子さんも今回記事書いてくださってるのでバランス取るためにちょっと自民党の政治家さんも入れようということで太 <laughs> 郎 <laughs> さんに口説いていただいて安藤さん安藤議員に。 あの記事を書いていただけることになったんですけど、えー、山本さんの本が1位なんてすごいですね。山本太郎さんをまあ手メインに扱ったまあ反金スクボンになるんですかね。ちょっと私もすいません、ま,まだ見てないので、はい。すごい。我々もちょっと行きたいですね。ちなみに白崎さんが、えー、白崎和弘さんがそのアンドアンドリュー・ヤンっていうアメリカの。 えこう大統領選に出ている候補者だったアンドリュー・ヤンさんの本をご自身の出版社から出版されてるんですけどこれもかなり売れてるみたいですよ。「普通の人々の戦い」今どのぐらいなのかな「普通の人々の戦い」これはこれでクラウドファンディングとかこのムックのことを緊急で何かしてもいいんだけどちょっと待ってくださいねまずこれ見てみると。 えー、何位とか書いてないのかなカスタマーレビュー何位とかは書いてないみたいですねアマゾンで私の見方が悪いのかもしれないけどでもこの間、あのー、新聞の広告でも出てたしこの本を書いあの編集した白崎さんベーシックインカムの実現を探る会の代表の白崎さんも このブックレットに書いてくださってますしアンドリュー・ヤンさんからのメッセージも、えー、このムックに紹介しますなので本当に、えー、各界の,あの一流の方々が今回声を寄せてくださってるんでぜひこのブックレット佐々木さんも北海道で広めてください。お願いしますあすさんでね そそそろそろそううでですねでは締めましょうちなみに、はい、いつも言い忘れちゃうんですけどこのブックレットには広告ページがありまして8分の1ページ A4 のそこであの1万円ということで広告を出せますのでもしあの、まあ、すでに原稿も書いていただいているので土森さんはあれかもしれませんが。 どなたかご自身の団体の PR であるとかうちのお米買ってねとかもし佐々木さんもお米買ってねとかあのうちの塾使ってねとか何かそういった、あのー、広告を出していただけますとこういったブックレットを作る費用となりますので、えー、今からでも間に合いますのでぜひお声がけください。 配信を見てくださっている方もぜひ8分の1ページで1万円で A41、えー、ページまるだといくらだったかな7万円ぐらいでちょっと安くなるんですねなので大きな広告の方がお買い得ということで、えー、今からでもまだページ間に合うのでお声がけくださいお願いいたします。あとは何かありますでしょうか。 じゃあ、そんな感じで、また来週はい、来<週>いどうもはい、どうもありがとうございますどうもお疲れ様でした<ー> <laughs> 頑張って売っていきましょうじゃあ、Amazon の予約ページもそろそろということでどうぞ、編集長引き続きよろしくお願いします了解しました、ありがとうございます <laughs> はい、皆さんもブックヘと応援お願いいたしますありがとうございました

<laughs> また、ズーム飲みとかもしましょう。来週、ズーム飲みスタイルでもいいなと。来週、ズーム飲みでやりますましょう <laughs> じゃあ、来週はアルコールありでもいいですかね。<laughs> じゃあ、来週はベーシックインカム、ズーム飲みってことでいいですか、いいですかね。まあ、そんな感じでやりましょうか。どうもありがとうございました。 はい。今日の音声どこか切って、あのラジオで明日地上波で流れるっていうことでしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。